ニュースです。阪神糸原健斗現役ドラフトに高木豊氏の候補選手。野球解説者の高木豊氏が2022年11月29日に YouTube チャンネルを更新し、各球団の現役ドラフト対象選手を分析した。阪神からは糸原健斗内野手を現役ドラフトに出した方が可能性は膨らむ感じはすると知見を述べた。現役ドラフトはコンオフから採用され、出場機会に恵まれない選手の移籍の活性化を目的としている。12月9日に非公開で開催される。